皆様こんにちは。いつも笑点様ブログをご視聴いただきありがとうございます。先日にアナウンスいたしました、誰もが笑点様に参拝できる動画ですが、今しばらくお時間をいただいております。皆様の願いが届くよう動画に力を宿しますので、もうしばらくお待ちください。今月中には第1弾を投稿したいと考えております。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは本日のお話に入りたいと思います。本日のお話は、灯したろうそくの火を途中で消しても良いのかです。ご自宅に笑点様のお札を迎え、毎日朝夕の拝礼時にろうそくを灯していると存じます。ろうそくの大きさや拝礼の長さによって、終わった時にろうそくが残っているという時があると思います。そんな時に、終わってからろうそくの火を消しても良いですかという無料相談がございます。結論から言えば、拝礼を終えた時点で消しても良いです。何ら問題なければ最後まで灯せば良いですが、安全性の問題など消した方が良い場合は消してください。そして次の拝礼時に再度灯していただければ良いです。お線香を立てるか寝かすかの問題と同じく、安全第一で対応していただければ良いです。また何かわからないことやご相談などございましたら、気軽に無料相談ご利用ください。願い叶えたい人は笑点様に願いが届く、各種ご祈祷ご利用ください。寒さ厳しくなってまいりましたが、皆様のご健勝とご多幸を心より祈念いたしております。合唱。